それでは山本龍市長によるマニフェストの発表になります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さんありがとうございます。3階の人も多分画面が見えないのではないかと思いますけれども、それでもあの前もあまり空いてませんね。あの本当に3階席までありがとうございます。それでは皆さん本当にありがとうございます。これだけの人たちが2時間を私にくださった、8000時間、私個人にしてみれば1年半の時間です。皆さん私への友情のために来てくれた。私はそれ以上に、皆さんは前橋の未来が心配だ、前橋がどうになるんだ、そして山本龍の8年間の実績、話を聞いてみたい、そういうお気持ちだろうと思います。今から8年前たくさんの約束をしてきました。その一つ一つを私はみんなの力を借り、そして知恵を絞り、そしてやりくりをしながら成し遂げてきました。本当に皆さんありがとうございます。歩いて寄り添って私が感じたこと、それは前橋は生きやすい町だ、暮らしやすい、生きやすい町だということです。この前橋の生きやすさをもっともっと伸ばす、その手法が私には分かった。それが今回もう一度この挑戦に私を駆り立てる理由です。ここまで順風なことばかりではありませんでした。大変なこともあります。困難やあるいは苦労に負けるわけにはいきません。これが正しい道だからです。この正しい道を歩むだけです。歩いてみれば大きな石が転がっている深い谷がある、覚悟の上です。そして今も皆さん、そして今も私たちは大きな困難と戦っています。これです。今家畜の伝染病と今前橋市は高く上がっています。組合長、生産農家、そして何よりも一人一人の関係者、みんなで一生懸命これを貿易しようとしています。知事が助けをしてくれました。知事が決断をしてくれました。後をしてくれました。おかげさまで年内には全てのワクチン接種が済むことになった。さあ前橋も頑張んなくちゃ。前橋は前橋の役割を果たす。桐生、沼田、そして渋川、町村長みんなで力を合わせて貿易を、そのイノシシあるいは野生鳥獣をみんなで駆除しよう、力を合わせています。力を合わせるということの大切さです。さあさまざまな出来事が起こります。政治をやっていれば平らな道なんかありません。あの7月の大雨、荒戸川です。そしてこれは不動大滝、そしてその末期にかかる不動の大橋、さまざまな災害の場所を私は見て回り、そして緊急復旧を行いました。その次に9月に国の、そして県の交付をいただき、70カ所の工事を終了させました。そしてこれから今日はたくさんの自治会長さん来ていただいています。自治会やそして地域の方の声を聞きながら、危険な川のそばのガードレール、あるいは用水の蓋、こういう小規模な工事に6億円かけて、私たちはこの安心安全な町を作っていきたいと思っています。本当に何が起こるか分かりません。前橋だけの出来事だけでもありません。あの大津で突っ込めば前橋中のすべての危険箇所を総点検です。何よりも危ない交差点、私が知っている最高に危ない交差点は群馬大学附属中学校のあの通りです。今日おられますか、上沖の人、神塚の人、あるいは大正橋の向こうの三俣、あるいは下遅いおられると思います。本当に皆さんありがとうございました。みんなの力でこんな危ない道がこうになる、大正橋も歩道が作る、ありがたいと思います。まだまだ危ないところはいっぱいあります。あの元総社の山田電機のあの交差点から総社神社へまでの通り、
取ったことある人は分かりますよね。電柱に隠れるように子どもたちが、あそこも元総理の方々の力で区画整理事業で街路を直してくれることになりました。ありがとうございます。さあ北白田もあるいは函館東地区も本当に大変な道ばかりです。さあそれらを工事する財源は一体どこにあるんだ、一体どこにそんなにお金があるんだ。それは投資して利益を上げるしかありません。何もなくて国がくれるわけはありません。市民が払ってくれるはずはありません。投資するしかありません。これです。この私の任期だけで30億の税収を上げることができました。30億、固定資産、そして皆さんの法人税、さまざまな事業収益、経済が回っているんです。固定資産の評価額が下がっているのに税収は上がっている。それだけさまざまな経済活動が起こっているんです。宅建不動産、さまざまな人たちの努力、あるいは建設、ありがたいと思っています。本当に私たちはこの30億円を大切に大切にこれから伸ばしていこうと思います。工業団地は全部売れました。新たに作ります。そしてローズタウンは好調です。何よりも皆さん思い出してください。8年前、県と群馬県と裁判をして塩漬けになっていたこの前橋工業高校の跡地が今年間3400万円の賃料をいただきスーパーに貸せています。やりくりです。11箇所前橋は区画整理事業を行っています。11箇所、みんな少しずつの予算しかもらえなくてなかなか進まない。でもやっとの思いで4箇所の工事が終了いたしました。特に6区はありがたいことに堀内を売り払うことによって市に数億の歳入までいただけるようになりました。残った7地区に集中する、そしてますます効果を上げていく、それが私たちのやり方です。もちろん行財政改革も進めています。この10年で3100人だった人口職員数を2500人に減りました。引退者の新卒を少なくしているからです。まあ、その分職員は頑張ってくれている、そう感謝しています。おかげさまで一人当たりの市民の市税、借金、少しずつ減ってきました。平成25年の時少し伸びましたけれども、これは日赤が新築するのに前橋市が20億円の寄付をした、負担金を払った、それが理由です。だんだんと順調に減っています。さあ市民の皆様にお礼を申し上げます。ゴミが減ったのです。このたった5年間で 20% のゴミが減った、おかげさまで。そして毎年毎年そのコスト3億円を我々は手に入れることができました。毎年3億円得になったのです。そして下松田のグランドはサッカーのグランドとして日本中から有名なグランドとなりました。これも8年前、まさにこの問題だったでしょう。ロックの清掃工場を下松さんに新しく建てるのか、いや待てよ、それよりやりくりができるんじゃないかと思った私の延命加策と、市民が私を選んでくれて延命化にとどめて、そして工事費が30億得になり、なおかつこの清掃工場が今立派に延命修理が完了しようとしています。ただ私は六の皆さんにはお礼を申し上げたいと思います。いわば迷惑施設、この六の清掃工場を引き続き置いていただく、その皆さんの決断がなかったらこれは実現しなかったはずです。ありがとうございます。本当にありがたいと思います。さて今は私が一番チャレンジしたいのは水道です。今日は水道の関係者たくさんおられると思います。よく聞いてください。水道、前橋の水道、100年前の水道管がボロボロになってどん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 漏水が伸びている。
土の中に消えている水がある。もったいない。でもいっぺんに工事をするのには何十億もかかる。到底できない。少しずつ。それではないやり方がこれです。これから伸びていく水道の無駄をなくす、それを工事費に充てる、未来の利益を今の工事費に充てていくことによって将来の漏水を止めることができる。同じ、これがやりくりです。さまざまなやりくりを私たちはしていきます。道路もそうです。道路は投資です。道路は作るのではなくて投資をするのです。それによってたくさんの利益が上がる。元総社のあの今の正門高岸道、前右も左もお店が開いている。投資の結果、我々は経済が回って、最後は市民税と固定資産税で我々はその投資を回収する。そういう気持ちでいつも思っています。上部です。上部が開いて、そして今3万2000台もの車が通っています。渋滞です。これが本格的な4車線になれば、上部に訪れる通る人たちを赤城に赤城に、いろいろな温泉センターや、あるいは旅館や、あるいは野菜の直売所に誘導することによって利益を上げていく。次は新東村の役場からまっすぐ上部に入ってくるこの道です。今順調に工事が進んでいます。あ、清里の皆さん、ぜひお世話になりたい。せっかく駒寄せインターチェンジが、大型のトレーラーが降りられるインターチェンジになるんですもん。ここに工業団地を作りたい。清里の人がおられれば賛成なら、ぜひ拍手をいただきたいと思います。 ありがとうございます。こうして経済を回していくんです。道は伊達に作るもんじゃない。富岡から来る道、イオンを通って高玉先生の前を通って、右も左も店ばかりです。もうあと7年でこの道が富岡まで開通します。そしてマーキュリーホテルの隣にあるこの古いビルも新しいビルに変わると聞きました。経済が動けば景色が変わってくるんです。これが新しい当たり前の真っ当な経済活動であり政治だと私は信じています。さあ、今一番忙しいのはこの道です。済生会病院、育英高校、そして六区の清掃工場から松並木まで、これが今左手に共立病院がすぐそこ、ここにあります。ここから右行ったところに二席です。真正面は松並木です。後ろを見るとこれです。六区の清掃工場の向こうに育英高校のブランドのフェンスが見えます。ここです。ここをこの秋どういう道路や橋を作るかの基礎調査を発注させていただきました。いよいよです。そしてなんで急いでいるのか、それは済生会です。済生会が厚生省から統廃合の対象になった。済生会のピンチなのです。なんで済生会が統廃合なの、あんないい病院なのに。みんなが怒ります。厚生省はこう言います。群馬大学、群馬中央病院、二石病院、済生会と特色性のある病院でなければ合併した方がいいのではないですかという答申です。ならば済生会を新しい特色のある機能病院に変えていく。そして救命救急病院である二石病院との連携、それにはこの道が絶対に必要なんです。同様に玉村の町長もそう希望しています。玉村町長さんもとにかく舞玉大橋を早く作りたい、そう言って今運動をしておられます。まあ、県知事に要望を何度かしております。まあ、県と一緒になってこの橋を作り上げていきたいと願っています。50号もおかげさまで順調。そして新しい道が県が発表しました。今まで上部でぶつ切っていたあの内ヶ島飯戸井線が、その下の北関東自動車道の橋江インターまで接続するという県の発表。これはすごいことです。これは大子春川宮城の地図です。この真ん中に高速から道が伸びてくるのです。そうすれば高速から直近の15分以内の工業団地が可能になるはずです。
いかがでしょう、大小屋宮城や春日川の皆さんもおられると思いますけれども、私はこの計画をぜひとも進めたいと思います。まあ、賛成なら拍手いただけましょうか。公認やって少しずつ経済を動かしていく。さあ、道の話はまだまだあるけれども、これで終了いたしましょう。これからは健康の話です。同じ議論です。見てください、これ40歳50歳、そして60から急激に伸びる医療費、さっきの老衰と同じです。ここで医療費のピークカットをできれば、この医療費の高止まった分がこれからの健康増進と介護予防のお金に使えるのです。同じことです。先ほどの、ぜひ私は皆さんの力でこの医療費の抑制をやり遂げていきたいと思っているのです。そして介護予防を充実させる。介護施設の離職者がどんどん増えている。そうですもん、ネガティブの職場ですもん。元気にさせることによって、そして経営ができるような新しい介護、そして健康増進、そこに変えていくのです。今日は重生士の先生もたくさんおられます。リハビリや保健福祉、あるいは何よりも介護事業をやっている方々がおられる。そういう方々にぜひこういう前向きな新しい仕組みに変えていくことを私はお願いしていきたいと思います。そしてそのお金で老後の不安をどうやってなくしていくのか、まず3つ報告します。1つは医師会小中先生からあった救急車です。ドクターカー、このドクターカーが群馬大学、そして日赤病院に1台ずつ置いてあります。そこから遠いのはこのドクターヘリ、この2つの救急車がそれぞれ日赤病院から出発、群馬大学から出発、遠いところにはドクヘリが、この仕組みが今前橋は完成しました。日本初です。そして ICT で結びながら患者さんの救急車の中のデータを日赤の先生がこうやって読み込んでいます。素晴らしい仕組みがおかげさまでできました。この毎年1万5000回出ている救急車をどうにか26分で着かせたい。そして着いて病院に戻ってくる間の搬送時間を26分にしたい。それが私の願いです。日赤跡地の話が2番目です。今壊してるけど何になるの。日赤跡地、これも8年前の私の公約でした。地域の健康増進や、あるいは介護の拠点となるような施設にしていきます。こうなります。有料看護ホーム、認定こども園、そしてコミュニティスペース、福祉作業所、休日夜間診療所、そして健康増進センター、デイサービス、そして投薬指導センターがいっぺんにできます。しかもこれは市の予算ではなく、民間の事業者がこれをやってくれるのです。ありがたいです。そして3つ目は検診の無料化です。検診を無料化したところ、その3年間でがんの死因が 2% 減りました。そして後期高齢者の医療費が減りました。さっき言ったこの大きなこの医療費の拡大を途中で止めることができれば、この予算をもっともっと前向きなことに使えるんだ。どうか皆さん歩いてください。一番下、15キロ以上の時は青、電車と赤の自動車、それは当然です。ところが前橋市民、100メートル以内に4人に1人が車。歩きましょう。私も町中健康ウォーキング、広瀬川のほとりを歩いております。さあ、高齢化のお話です。高齢化の問題って一番何でしょうか。それは足です。今日の朝日新聞です。見ていただきましたでしょうか。情報も下の方に書いてありましたけれども、前橋が新しい移動実験を始めるよというお話です。大きくします。電車 AI 運行バスやタクシーを動かしていくよ。今大春日宮城で動いているバス、そして富士見で動いているバス、そして城南地区では地域の方々が自ら自治会を中心に買い物バスを、ドリアイタクシーを動かします。そして前橋はマイタクを動かしています。マイタクというのはタクシーの補助事業のことです。ところがさぞや不便な高齢化率の高い芳賀や
宮城や春日の人は使ってくれるだろうと思っていたら、その舞茸を使っている人は中心市街地だけでほとんど宮城春日は使ってくれていない。なぜならば市役所の少しぐらいの補助金では日赤までタクシーでは到底行けないよということです。だから舞茸をもっと便利にしようと知恵を絞っています。知恵を絞って、でも残念ながらこの知恵は生まれませんでした。ところが知恵をつけてくれる先輩がおられました。吉澤和弘さん、群馬県前橋海賀屋、そして荻窪の生まれの前橋高校の私の4つ先輩、サッカー部です。先輩がドコモの社長になった、飛んで行って先輩に何か知恵貸してください、おーいいよ前橋のためだよ手伝うよ、そして NTT ドコモが私に作ってくれたのがこれです。花子おばさんが病院に行きたい、ボタンをポチ、一郎さんがお風呂に行こうと思って乗ってたワンボックスのタクシーが花子さんの家へ、そして花子さんの向こうに待っていたマツコさんまで乗せて、これが新しい乗り合い AI タクシー、そしてマースの仕組みです。ドコモのコンピューターがどこかに出かけたいよと思っている人たちのポチを聞き、そしてそこからあそこに言いたいところがあそこにの人がいる、空いているタクシーの車両にピッ指令を送る、迎えに行く、そして言いたいところにみんなが言える、タクシーの人たちも休みなくお客さんがオーダーがかかる、そして言いたいところに安く行ける、定額制で行けるかもしれません。この社会実験を今始めようとしています。それが今回の朝日新聞に今日載ったマースという社会実験です。まさにスマートシティです。 ICT そして IoT、 もうカタカナばっかりだけれども、わからない人はわからないままでいいのです。スマートシティがみんなの暮らしを守ってくれると思ってください。あ、便利になると思ってください。 AI やロボティクスによって世の中が変わっていくと私たちにも便利が届くよ、それだけ感じていただければと思います。さあ、高齢者が住みやすく、そして生きやすい町がだんだんとできてきた。今度は子育て世代を連れてこなくては。子育て世代の前橋に連れてくる魅力は何と言っても医療の魅力。15歳までの小児医療費の無料化、今群馬県が日本で一番進んでいる。前橋はその先を、高校3年生までの小児医療費の無料化を今進めようとしています。2つ目、幼稚園の保育園の子どもの人もいっぱいいます。皆さん確認します。皆さんの園に1人あの保母さんや幼稚園教諭の産経職場の苦労を少なくするたびに、前橋市と国で半分ずつ出し合った園務支援員を配置したいと思います。誰も喜びませんですね。どうでしょうか、園の方。園務支援に行って園長先生、あるいは保育園幼稚園のスタッフを少しでも楽にしていきたい、それが私の思いです。さあ、少し時間を進めましょう。教育現場の安心を与えていく。今日は教育長さんも来てくれています。ありがとうございます。教育長がぐんぐん引っ張っていっていただいています。そして次は若者の仕事探しです。若者のための仕事を紹介し、何よりも結婚相談所を作ろうと思っています。公的結婚相談センターを開設し、出会いを応援、これが私の新しいチャレンジです。ものづくり、建設、食品、さまざまな製造業の方、職業の方々がおられます。さまざまな支援策を並べています。でもこれよりもみんなに共通の悩み事、それは人手不足です。前橋の人手不足、
一番右下に人手不足に市が求人システムと人材育成を応援すると書きました。皆さん、人手不足などではないのです。眠っている労働力は実は前橋にいっぱいあったのです。職を持っていない無職の主1万6000人、そして職を持っていないシニア4万9000人、合わせて6万5000人が眠っているのです。そこを私たちはもっと活用していくべきだろうと思います。ヤフーとグーグルの検索で前橋バイト、前橋求人と検索する人が月に1万人います。月に1万人の人の内訳は、前橋にいる人が 69%、 残りの 30% は前橋市外の人が前橋バイト。見てください、東京にも 4% います。 4% 東京の都民が前橋バイト、あるいは前橋出身の子どもかもしれません。前橋にバイト、すなわち3分の1の人たちは前橋でアルバイトをしたがっている。この月1万人の人は、そして働きたい主婦もいる。送迎がないうちの昼間だけ働けないかな、腰が痛いけど重たい荷物を持たない仕事だったらまだまだ頑張れるぞ、こういう人たちをどうでしょうか。情報産業の方々、あるいは労務の人材マッチングを得意としている会社の方々、こういう事業を前橋のために手伝っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、道の駅、そしてこれ春日川の給食センター、もう2年も前からやめています。もったいない。なんで道の駅と給食センター、この給食センターでいっぱいの食材を作ってもらいたいと思います。中はちょっと古くなってますけど、まだまだリフォームすれば使えます。春日川だったら大豆、タイ、豆腐や納豆や湯葉やいろんなものが連想できましょう。あるいは隣の三代沢に行けば、宮城に行けば、そうですね、小豆、あるいは建国泡、こういう新しい食材で加工することによっていいものを作っていく。それを道の駅や直売所に出荷し合っていく。この方々の言葉です。手取りが増えた、そして何よりも張り合いがある。何度も言います、前橋を生きやすい街に変えていく。人の張り合いが必要なのです。歴史、スポーツもそうです。たくさんのスポーツ施設に従事している前橋ではあります。しかも間もなく国体、テニスや野球、国体の正式主会場を目指すべきだと思います。プールもそうです。県がプールを、新しいプールを作る、前橋で作ってくれる、ありがたい話です。さまざまなスポーツ施設を充実させ、そして私たちは前橋という健康都市を作っていきたいと思います。これは一つお知らせです。まもなく南スーダンのオリンピックチームがこの前橋を訪れることになります。どうぞ皆さん、来年のオリンピックまでほとんど8ヶ月ここで暮らします。ここで練習します。戦争が終わったばっかりの国々です。どうぞ皆さんの力を貸していただきたいと思います。いろいろな歴史文化をつなぎ、そして前橋学を作り、これは堺歌の神、これは松平大和の神、そしてこれはそうですね、黄金の牧野駿河の神、そしてあさってです、総社秋元のお祭り、総社秋元家祭り、どうぞいろんな形での文化を我々は発掘して大切にしようとしています。建物もそうです。新しい建物、古い建物でも大切にしていきたいと思っています。そこに先週塩原三首のあの大きなお屋敷が参加をすることになりました。楽しみです。こういうものを赤城の観光のために使っていきたいと願っています。一生懸命やって前橋を変えていく。あ、この2人は今この宮城富士見のいろり場という民宿で頑張っている青年です。
栗原くんと手島くんです。いつか宮城に戻って農家民泊をやりたいと二人は頑張っています。どうぞ今日は宮城の方々もたくさんおられますので手伝ってあげていただきたいと思います。さまざまなチャレンジが赤城で起きている。スローシティもいよいよ始まったぞ。それが私の皆さんへのメッセージです。スローシティ、スローシティとは高齢者が働き、そして若者が仕事がある、そして未来への投資です。スローシティを今未来への投資をして新しい観光をあの赤城で作っていくことができるはずです。本当にさまざまなことを全て参りました。電気が止まらない町、水が止まらない町、水道の老朽化を直し、そして電気の発電や蓄電やガスバルクを復旧させる、こういう仕組み、自治会の方もいっぱい来ておられます。自治会が自由に活動できる仕組み、そして何よりも町の仕組みです。私は8年前こうお話をしました。シャッターを開ける、本当に皆さんシャッターが開いてきたのです。154件の新店舗があの広瀬川から駅までの間にできてきました。本当にシャッターが開いてきた。大きな民間開発が起こって、さまざまなチャレンジが起きている。そしてエキータ、これも私の前高校の一級下の越高さんがチャレンジしてくれて大きな再開発になっている。何よりも日本通の跡地に大きなマンションも計画されていると聞いています。本当に町が変わりつつあるなと思います。その時に一番もったいないのは中央小学校です。中央小学校が開いたままになっている、みんなが思うはずです。もったいない。ところがあれを今のようなマンションに開発を委ねられないのです。なぜならば中央小学校の地域の方々はあそこで校庭でスポーツ、体育会や校庭でスポーツをされている、あるいは避難所になっている、あのままで使う、どう考えても使い道は学校法人しかないんです。でも育英高校やあるいは共愛学園とダブるような高校は作ってはダメです。そこで考えたのは他とかぶらない特殊な学校、しかも群馬大学のドクターやそして収入のある人たちが指定教育のために東京に行かなくても済むような学校見つけました。そして今交渉中です。幼稚園、小学校、中学校、高校、そして高校の卒業式、この子たちは全員海外の大学に直接留学します。いわゆるインターナショナルスクールです。いかがですか、この作戦。これしかないのです。これによって前橋を特徴的な町にし、そして優秀な人材を東京に戻さない、指定教育のために東京に戻ります。子どもが高校に入るんで、そうではない、ここで完結できる町です。おかげさまで前橋中心街の地価が上がってきた。そして何よりも JR のそれぞれの電車の旅客数が増えてきた。すべての駅で増えました。前橋駅良くなっています。でも新前橋やあるいは他の駅の駐輪場も危ないです。みんな直さなくちゃいけません。群馬総社もどんどん伸びてきました。群馬総社にも西口を作らなくてはいけません。さまざまなことを進めてまいります。さあ最後に私の生きやすさ、それは皆さんが気づかないけれども生まれた時からそして天に召されるまでの間、前橋というその絆がみんなの暮らしを少しずつサポートしている、それが大切な生きやすさの原点だろうと思います。結婚して赤ちゃんを産んで、なんとなくさまざまな行政の政策に守られている、そんな前橋を私は作りたいと思います。
市長がこれしてやってるぞ、そういう行政ではなく、みんながほんわりと支え合う社会だと思います。最後になります。これで私のメッセージは終わります。これからもこの生きやすい前橋に向かって皆さんと一緒に進んでいきたいと思います。手を取り合って、誰かが穴っぽこに落ちれば引っ張ってあげられるような、みんなで手を取り合って進みます。信頼が必要です。そして何よりも信頼を得るためには無視が必要です。私が、小渕恵三先生がよく言いました。君な、政治は金もいらねえ、休みもいらねえ、そんなバカしかできねえんだぞ、よく思い出します。私は無視の気持ちを大切にし、いや痩せ我慢かもしれません、でもそれが私にとっての正義だから痩せ我慢ができるのです。もう前橋を前に進めなくてはなりません。前へ前へ、もう見えている、この変わる姿が見えている、だから前へ前へと進めなくてはいけない。後ろに戻ってはならないのです。構成が曇ってはならないのです。